ビニシウス・マガリアエスは、ブラジルの男性総合格闘家、柔術家、リオデジャネイロ州リオデジャネイロ出身、エクストリームクルートは所属、元タイタン FC ライトヘビー級王者、元 M-1 グローバルライトヘビー級王者、ビニー・マガリアエスとも表記される、1998年にブラジリアン柔術を始める、2000年からは世界柔術選手権にも、 出場2005年にはチャオビでスペルペサード級と無差別級の2階級制覇を成し遂げ2007年は黒帯ペサディシモ級で3位に入賞を果たしているグラップリングでも数々の大会に出場2006年5月26日にはプロ大会 LA サブ X で TUF8 でコーチを務めたロバートドリスデールに勝利しているまた後に UFC 王者となるワイドマンにも勝利している。2004年からは総合格闘技の練習を始めるべく、カリフォルニアのシーザー・グレーシー充実アカデミーに移っている。2006年11月にデビューを果たし、ザ・アルティメット・ファイター参加までに5000のキャリアを積んでいた。2008年は UFC のリアリティ番組、ザ・アルティメット・ファイターのシーズン8に出場。エリミネーションバウトで、 ラシャド・エヴァンスの弟、ランス・エバンスに勝利すると、フランク・ミアから、ライト・ヘビー級3位の指名を受ける。その後は、ジュール・ス・ブルーチェス、クシシトフ・ソシンスキーに一本がち決勝に勝ち上がった。12月13日、ザ・アルティメット・ファイター、チーム、ノゲーラ・ VS ・チーム・ミア・フィナーレで行われたライアン・ベイダーとの、決勝戦では2分過ぎに、ベイダーの右フックを受けダウン。 そのまま回復できずパウンドを受け t k o 負けとなり、準優勝となった。2009年4月18日、UFC97 でエディオット・マーシャルと対戦し、0から3の判定負け。2連敗となり、UFC からリリースされた。2013年4月27日、UFC159 でライトヘビー級ランキング8位のフィル・デイビスと対戦し、判定負け。 2013年8月3日、UFC163 でアンソニー・ペロシと対戦し、小負けに連敗となりリリースされた。2016年10月7日、ベソフ33の世界ライトヘビー級タイトルマッチでデビット・ブランチと対戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。ありがとうございます。